ートレース常滑 G3 オールレディース競争レディース笹川杯2日目の攻防戦迎えるカードは予選競争の第6レースです。バックストレッチ側作戦待機行動ですが、現在1、3、フタそして4、5、6チルト3度2号艇の堀之内は内側から3番目のコースでの作戦待機行動となっています。対戦メンバーは1号艇新田芳美、2号艇堀之内清子、3号艇清水亜美、4号艇深見歩美、5号艇原香織、6号艇伊藤詩織の6選手です。1号艇新田芳美の陰線、そして3号艇清水亜美が2コース。清水は昨日の2走は2着1着と走りました。そしてチルト3度はもちろんダッシュから、本番レースは3角となって2号艇の堀之内清子、その堀之内の外には4号艇の深見歩美、深見もここまでは2着1着、5コースに5号艇の原香織、そして大外6コースは6号艇地元132期の伊藤詩織です。本番体型は2対4に分かれました。内側から1番3番2番4番5番6番スタートしました。トップタイミングは2コースから3号艇の清水ですが、3コースから堀之内どこまで伸ばせるか、清水も抵抗、1号艇の新田が先に回りに行く。内側からは差してきたのは4号艇の深見歩美、外に2号艇の堀之内、それから3号艇の清水で、トップ争いは新田と深見、内側から4号艇の深見が新田を捉えて2マークに向かっています。なお前提スタートは正常でした。1周2マーク4号艇の深見歩美先頭でホームに戻ります。1号艇新田2番手、3番手は3号艇の清水が前に出て、その内側から2号艇の堀之内ですが、3番手4番手の定間は2停身ほど、後ろ5番手以降は5号艇原、6号艇伊藤の追走で2周目に入っています。4号艇の深見が先頭、2番手は1号艇の新田が3号艇清水の外を回りに行きまして、内側から3号艇の清水食い下がろうとしますが、2番手は1号艇の新田、しかしスリット裏ではその定間は2停身から1停身半1停身少し縮まり加減で3号艇清水が新田を追っています。4号艇深見先頭、2番手は1号艇の新田、3号艇の清水でありますが、ここは内側から堀之内の姿も見えたか、4-1-3、清水ここは少し攻め手を欠いて4番1番3番最終周回に入ります。4番手以降は2号艇堀之内、5号艇原、6号艇伊藤の追走で3周1マークです。4号艇深見歩美連勝に向かってバック側に立ち上がりました。1号艇新田2番手、3号艇の清水が3番手で、4番1番3番最終ターンマークを目指します。2日目は連勝に向かいます深見歩美、先頭でホームに戻りました。1号艇新田、そして3号艇の清水、4番1番3番6レースまもなくゴールです。1着4番の深見五輪、2着は1番の新田、3着は3番の清水でゴールイン、後ろは2番の堀之内、5番原、ラスト6番伊藤でゴールインです。